さんこんにちは、シオンタイムズ編集長の長谷です。好きな言葉は人生楽あり苦あり。事務局の山内です。本日はグルメの宝庫、福岡県博多よりお送りしております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは早速コンサートの開催情報を山内さんお願いいたします。はい、今日は3つのコンサート開催情報をお知らせいたします。まず最初に7月より始まっております、大阪の夏の風物詩黄昏コンサートの8月のラインナップをお送りいたします。シオンの出演会は8月17日と8月31日となっております。8月31日は、大阪シオンウィンドウオーケストラの単独ステージとなっておりますので、皆様お聞き逃しのないようにお願いします。黄昏コンサートは毎週金曜日、大阪城音楽堂にて18時30分より開催しております。はい、それでは2つ目お願いします。はい、2つ目は貝塚コスモスシアターで開催の8月5日ドラゴンクエストコンサート in 貝塚です。人気のドラゴンクエストコンサートシリーズ、大阪では2回目の開催となります。今回は大阪では初となりますドラゴンクエスト4、5、6の音楽をお送りいたします。ドラクエをしたことがある人もない人も皆様ぜひお聴きください。チケットはシオンチケットセンター他各プレイガイドにて好評発売中です。はい、それでは最後に毎月1回梅田ドルチェアーティストサロンにて開催しておりますワンダフルコンサートのお知らせです。今月は8月8日水曜日に開催いたします。出演は前回大好評いただきましたシオンホルン四重奏の皆さんです。では今回出演される長谷さん、聞きどころや意気込みなどを皆さんにお願いいたします。はい、シオンホルン四重奏では今回は、アテンプト、挑戦、試みるという意味の副題をつけさせていただきまして、4人で、有名なモーツァルトのホルン協奏曲第1番の第1楽章をお届けしようと思っています。どうぞお楽しみにしてください。ありがとうございます。皆様のご来場心よりお待ちしております。チケットはシオンチケットセンターにて好評発売中でございます。それでは今回の動画をご覧いただきます。今回お見せいたしますのはこちら福岡公演の模様です。それではどうぞ。動画の2本立ててお送りいたしました。この動画を最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画配信でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。大阪シオンウィンドウオーケストラでは公式ファンクラブ頑張れシオン応援団を募集しております。ファンクラブにご入会いただきますとシオンのお得な情報をメールマガジンでご案内するほか、チケットの先行発売や月一プレゼントにご参加いただけます。詳
しくはシオン公式ホームページをご覧ください。私たちと一緒にシオンを盛り上げていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。